3人に山本ロンズ、よろしくお願いします。久々にこんな熱気ある場所来ましたよ。暑いですね、皆さん。世の中ひっくり返してやろうと思ってますね、皆さん。すごいな。当然ですよ。あまりにもひどい政治が続きすぎですよね。これ変えるためにどうしたらいいんだって、当然最終的には選挙っていう手段しかないんですよ。でも今まで何度か選挙がありましたよ。安倍政権になってから5年以上で、その間にも選挙何回もあった。でその間にも数々の悪法を通してきましたよね。特定秘密保護に、安保に、共謀罪に、ね、刑事訴訟法に、ありとあらゆる TPP も全部通ってますよ。でその度にあれはひどいって話になってる。でも選挙でどうして負けるんですか。野党は頼んないからですよ。そう思いません？私はそう思う。自分も野党ですけど。いい仕事されてる方々むちゃくちゃいるんですよ、野党議員の中で。気概があって、でも一つ足らないのは何だっつったら、やっぱり私経済政策じゃないかなと思うんですよ。経済政策で負けるから、あんなでたらめ政治に負けるんですよ。なんだかんだ言ったとしても、やっぱり大学生が就職をする率であったりとか、それとか、雇用の上でも非正規は増えたといっても正規は増えてるんですよ。安倍憎しっていう人たちの多くがおそらくそういう部分は見ないようにしてるかもしれないけれども、非正規は確かに増えてるけども正規は増えてる。ここに関してやっぱり支持する人は出てくるんですよ。そう思うと、今彼らがやってる、自民党がやってる経済政策で使える部分はどんどん前に押していかなきゃならないんですよ。野党側が、野党が緊縮だっつって誰が票を入れるって話なんですよ。あなたの生活今よりも楽にしてみせますと、私たちにはできるってことを前に出さなきゃ。安保、共謀罪、TPP、説明するのにどれだけ時間かかりますかって。向こう側の嘘を一つ一つ暴いていくのに時間がかかりすぎる。それは必要なことですよ。必要なことだけれども、一番にムカッとくること、何あいつら私たちのお金をそんな風に盗んでるのかっていう風に分かるようなことを私喋るようにしてるんです。どこに行っても言うようにしてることはこれです。消費税 5% から 8% になりましたよね。2014年4月 3% の増税分は何に使うって言ってましたっけ。全て社会保障の安定、充実と安定化に使うって言ってた。じゃあ一番直近で2017年度の 3% の税収どれぐらいだったか。約8兆円。この8兆円のうち充実に使ったのが 16%。 充実と安定を足したとしても 55%。 また泥棒をやってるんですよ、あの人たち。分かりやすいじゃないですか。ね、森友かけ、これはね、もう国家の根幹をひっくり返すような話で、あの文書を改ざんしてけしからん。確かにその通りなんですよ。ありえない話なんですよ。でもそれを説明して気がつくまでに時間があまりにもかかるんですよね。だからいつまで森友やってんだって人たちがいる。ああいうことやってるやつらが普段まともに政治やってるわけないだろって。税金取ったって約束通りに使ってないんだっていうところから扉を開けて次に進むっていうふうにね、私はアプローチ直接変えていってるんですよ。そういうふうにやっていくという人がいます。山本太郎は最近 TPP のことも原発のこともあまり自分から言わなくなったなっていう話になってくるんですけど、でも興味のない人たちに対してこっちを向いてもらって政治の興味の扉を開いていくっていうことから始めていかないと数が増えていかないんですよね。このお金は貧乏、この国は貧乏じゃないんですよ。金で溢れてます。あるとこから取らないだけ、ね、使うべきとこに使わないだけ。この20年間デフレで苦しんでる理由は何か。この国が世界の中でドケチ国家ナンバーワンだからですよ。デフレの20年の理由は経済政策の誤りなんですよ。ないとこから取るな、あるとこから取れ、当たり前でしょ。国が一番
金を出せ、そこが成長分野だ。例えば教育、例えば保育、例えば介護、金をずっと投資してこなかったから、ここが一番伸びしろあるじゃないですか。皆さんどう思いますか？そして手振る時にはもう一個だけやれることがある。何か、金融政策、金を刷れるんですよ。金を刷って財政出動する、ね、インフレにさしたいんでしょ。安倍政権やりまくってるけど、インフレなんかなってませんよ。どうしてか、金だけ吸ってみんなに金出してないから。これは世界中がやってるんですよ。だって投資のないとこに成長がないでしょ。 IMF 180カ国で国がどれぐらい人々に金を出してるかというデータを見れば、ダントツのビリが日本なんですよ。20年間ですよ、デフレ原因はこれで、 IMF 180カ国以上で経済がどれぐらい規模大きくなったかって見た中で、ダントツのビリはどこか、日本なんですよ。金出してないからなんですよ。ネズミ構造をやりましょうよ。金持ちから取ってきましょうよ。必要なことには